皆さんこんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは改造車コーディネーター飯村店長です。よろしくお願いします。今回ジャーナリスト TD、はい、ジャーナリストホッティジャーナリストいいっすよ、はい、というわけで今回紹介する車がこちら、はい、はい、ゲレンデ G400、はい、ワイドスターということなんですけれども、はい、今回もちょっとオーナー様に触れてもよろしいでしょうか。いや今回このお客様に関しては初めてのお取引で。あ、そうなんすか。そうです。なるほど。で、はい、フラッと来店されて G400D を注文しましたと。で、63の差額分なんかやりたいという話で 400D をベースにこういう形にしましょうっていう。割とじゃあ今までにないパターンというか。そう、今までにないパターンというわけで完成したこちらのワイドスターなんですけども、はい、今さんワイドスター、はい、ありがたいことにボンドグループたくさん作らせていただいてるんですけども、はい、何台ぐらい作らせていただいたか。なるほど。昨日言ってましたね。なんと16台。はい、はい、で 400D が初めて初ということなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、で非常に新しい区もあり、はいろいろ今までやってきたところもありということで、うんうん、今回こちらをご紹介させていただきます、はい、でまずこれペイントカスタム的なところもやってあるんですよね。やってあります。もともと真っ白だったんで。真っ白なんですか、はい、ツートンじゃなくて。そう、ナイトパッケージもついてなかったし、ナイトパッケージ2ももちろんついてなかったし、もう標準の白い 400D。 全然別の車になってるんですね。別物。この辺黒く跡がしてるんですよね。はい、全部ここ、あの網も、中の網もグロスブラックで、グリルの横もグロスブラックで、ここも全部グロスブラックで、はい、でスターマークは残したいっていう話だったんで、今回はスターマークと、まあ、ボネットのエンブレムのバッジは触らずに仕上げてあります。なるほど。純正オプション、はい、まあないですけれども、うん、なんかポルシェの純正オプションみたいな感じで、うん、こうザラザラをなんかちゃんとグロスで塗る。そうそう、だもうここツッツーだもん。確かにカメラのところは。これ知ってます、めちゃめちゃ大変なんですよこれ僕らがやるわけじゃないですけど、はい、ボンドボディとかも全部こう磨いたりするんですけど、はい、網の中まで全部足付けして塗るん で、まあ、作業的にはかなり大変なんですけど、はい、やっぱり高級感出ますし。そうね、やった方が絶対いいやった、うん、そしてナイトパッケージでヘッドライトごとじゃあ交換、はい、ヘッドライトごと交換してウインカーも交換してっていう感じですね。結構な費用かかるんですよね。結構な費用かかります。ただやっぱりビジュアルが大きく変わるんで、うん、やっておきたい、はい、ということでここもここも変わってると、はい、そしてやってまいりました、はい、ワイドスター。ワイドスターこちらのバンパーが交換されてると、はい、これあの過去350はあの一度東京店の方で作らせていただいたんですけども、ね、はい、あ、2台か、あ、大阪店とね。これバンパーの外見というか、はい、ビジュアル的なものは全く一緒なんですよね。そう、今回ちょっといろいろあって代理店さんの方にも確認したんですけど、バンパー自体は63用も、まあ、350400用も同じらしい。ただその中身が違うっていうだけで。なるほど。パーツ構成がちょっと変わってくるということで、うん、だからビジュアル的なものは全部一緒。一緒です。そして今回は全部黒なんです。はい、中の網も全部塗ってあります、はい、そこも全部黒、はい、全部真っ黒なんです、はい、そしてナンバーベースも、はい、純正加工して、まあ、もともとヨーロッパナンバーベースしか入ってこないんでキットの中ではね。なんで、純正のナンバーベースを加工して塗ってつけてるというわけで、この辺もしっかりやったり、はい、なんで、まあ、前のビジュアルも随分変わってるんじゃなかろうかと。そうね、だいぶ。でここが結構大変なんだね、ここが。あ、なるほど。こっちで見てみましょうか。ここがね、ここのスペースが63って結構ピタってついてるんだけど、400それ以外350、550に関してはちょっと隙間が空いちゃう。これなんでなんですかね。多分、まあいろいろ話した結果、本国にも聞いて、でこれで大丈夫ですよって言われてこう、まあ、こう言ったんだけど、まあ、多分ヘッドライトカバーの形状が63と微妙に違うじゃない。違うんすか。そうだから63グリルに変えるとヘッドライトカバー左右も変えるじゃない。あ、そうなんすか。でそれは僕らの認識の中ではここの角度が、はい、まあ、こうなのかちょっとこうなのか、まあ、こうなのかの違いでヘッドライトカバーを変えなきゃいけないっていう認識も一つあって、ただ今回この結果を見ると微妙にここも違うんじゃないかみたいな。なるほど。じゃあもうちょっとこれ出てるんですかね、これがかなって。あ、そんな違いがあるんですね。思ったことが今回。なるほど、うん、なんでここちょっと全部すいちゃうんで裏蓋作ってもらって中が見えないように
もうブラバス純正超えてるじゃないですか。ブラバス的にはこれで正解ですよって思って、ね、そうただ中が見えちゃうとやっぱりかっこ悪いんで、さらに裏蓋をオリジナルで作って蓋もしてあるということで完成度が高まってると、はいはい、そして早速横に行ってってもいいでしょうか。はい、はい、やってまいりました、はい、こちらの G400 ワイドスターにつけたのがこちら、はい、もうどこから触れていいのか分かんないんですけれども、ええ、あの組み合わせ的には全部見たことあるなと思ったんですよ。ああそうね、はい、ホイールもそうだし、うん、24インチもそうだし、うん、このあえて大きくしてあるタイヤもそうだし、うん、はいはい、なんですけれどもこの全部の組み合わせって今までなかったなと思って、ワイドスタープラス、まあ、こういう HRE クラシックヴィンテージ系のホイールっていうのは今までなかったんで、そうなんです、今回初めて一個一個だったら他の車にこう当てはめてたことあるんですけど、全部がこれ集約したのっていうのは今回初だなと。そうです。そして今回このヴィンテージの501ですね。501で、今回まあワイドなんで、通常のゲレンデよりもオフセットを変えて、スペーサー入れずに面まで持ってきているので、フロントのアウターリップは3インチはい、ご覧ください。まあ、フロントアウターリップは、ね、3インチ取れるのよ。あ、取れるの？ノーマルゲレンデでも。あ、そうなんですか。そう、ホイールによってはね、はいはいはい、でちゃんとコンケーブしてるもんね。確かに、うん、さらにコンケーブもしてますからね、うん、そしてあのワイドスターは通常のキットだとスペーサー外に出すタイプなんですよね。そうだね。あのそれをアメタンで作ってあげると、うん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 、まあ、しっかりスペーサーなしでツラツラのものが作れるということ で、はい、で501っていうのは、うん、これオーナー様的にはお、いいねって感じなんですか、それともそうきたかっていう。いや意外と多分その、はい、あんまり改造したことがない方なのでよくぞ受け入れてくれたなって確かに最初にこう四駆の車にメッシュのホイールってこう、うん、なかなかいかないところじゃないですか。そう、こうなかなか太いスポーク系のとかっていうのが大体定番になってくると思うんですけど、いきなりこれをはめちゃうということで、はいはい、そしてカラーの方はこれ、はい、センターディスクサテンブラックアウターリムグロスブラックっていう、まあ、定番っちゃ定番の組み合わせになってます。ただもうこの白黒なんで、うん、もうマストかなと。そうそうなの。だからここでなんかこうひねっちゃったりするのも、まあ、今回はちょっと違うかな。 400D だし、まあ、さらっとっていうとあれだけど、まあ、オーナー様自身はこれでサーフィンにも行きたい、山にも行きたいみたいな話も言われてたんで、まあ溶け込まないけどあんまりこう尖らないようなイメージで。確かにちょっとアウトドアシーンでポリッシュのホイールとか、うん、なんかちょっとこう凝った色のホイールとかだとちょっとこう目立ちすぎちゃうという感じはありますけれども、これだったら走ってると真っ黒ですから、うん、非常にまとまりあるので、うん、でセンターキャップなんかもしっかり真っ黒、はい、ピレットのセンターキャップになってます。そしてキャリパーなんかあえて触らずなんですね。そう、まあ 400D っていうのもあるし、まあ、デザイン的にもあまり見えないし、確かに確かに、あのキャリパー自体がだ、今回はそのままにしてあります。このホイールをはめている、はい、そしてタイヤの方が24インチなんですけども、はい、もう僕はいつもこのゲレンデに関しては295-3524の純正よりもちょっと大きいやつ、まあもう一択でブレゼステイン295-3024、これは純正よりもちょっと小さい方なんで、まあ、あの295-3524で全く当たらないし、あのコンチネンタルなんでタイヤもいいし、こっちの方が僕はいいかな、ゲレンデだったらね。これどう見せたいかによっても結構違ってきますよ。そうそう、だから今回ちょっと前にレンジ、現行型のレンジローバーホイール入れましょうみたいな話があって、でその時にもうどっちも使えちゃうのね、レンジ、はい、だけどあの車は薄い方がなんかスタイリッシュ、車的に。わかります。だからその車は薄い方を選んだんだけど、まあ本当車によって使い分ければいいかな。あとホイールによっても結構違うのかな。ああそうかもね、確かに。つい最近大阪店でご紹介させていただいた、うん、もうラッパーみたいにしたいっていう、はい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 、あのゲレンデだと逆にこうタイヤ大きくなっちゃうと、そうボテッとしちゃうから、あれはあっちの方が正解だ。平べったいタイヤの方が濃くなるということで。そう濃くなる。だからタイヤのサイズもめちゃめちゃ重要ですよね、うんうん、すごい。だからもう本当にホイールのデザインと車高とタイヤのサイズでなんかこうあれっていう感じにもなるし、逆におなんか足元すごくしっかりしてるねっていうイメージもなるんで、今回はこのアウトドアにも使うということで、ワイドにもなってますし、しっかりしたタイヤホイール、これもなんか見慣れるとなんかすっごいこうしっくりくるというか。ゲレンデはやっぱりね、あのタイヤでもうそれこそさ、ノーマルホイールでタイヤ変えただけでゲレンデってもうガラッと雰囲気が変わる車なんで、すごくそのタイヤのチョイスは重要かなと
思います。そして今までだとインチアップしても外径大きくするっていうのはあんまりなかったんですけど、うん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 、あえて当たらなければ大きくするっていうのはかなりいい手段じゃないかなと、はい、でローダウンも今回してるんですよね。はい、 IID の、ダウンスプリングでローダウンしてます。で通常、まあ、30ミリダウンのバネなんですけども、まあ、フェンダーの、まあ、撫で型になってるからなのか、まあ、通常よりもなんか下がって見える、あ、確かにかなと。ワイドスターでフェンダーがこう少し下がって大きくなってますから、ね、うんうん、まあ、非常に下がっても見えてる。で IID のスプリング日本製なんで、まあ、非常にこう信頼性も高いですし、うん、評判もいいですよね。めちゃくちゃ売れてるよね。前後のバランスもいいんですよね、うん、で結構ヨーロッパ製のバネだと少し後ろ上がりになって、うん、あ、そう、だいたいリア上がり、なんか TUF、TIFの関係でなんかそういうセッティングが多いみたいですけど、その辺のバランスも非常に取れてるんで、ボンドグループでもつけさせて、うん、よくつけさせていただいてるんですけど、そしてワイドスターのフェンダーは、はい、やっぱりでっかいですね。でかいですね。でっかいんですけど、なんかこのワイドな感じ、うん、であとは思ったんですけど、今回みたいにこう、なんていうんですか、ボンネットもつけません、うんうん、本当になんかゴテゴテって言っても、うん、なんですか、エアロでこうガーンっていう感じじゃなくって、本当になんかオフロードのオーバーフェンダーのフェンダーつけましたみたいな使い方もめちゃくちゃかっこいいんだなっていう、そう、だから本当になんかこうキットとしてはもう最小限ですね、キットでこの雰囲気が出せるっていうのはやっぱりワイドスターならでは。なんかマンソリーのワイドボディキットとまた違う雰囲気ありますね。また違う雰囲気あるね。あれはあれでもドーン、だアドベンチャーの存在結構大きいと思うんですよ。確かに、うん、なんでこういったフェンダーがついてても割とそうエアロでゴテゴテした感じが出さないでつけられてる、うん、はい、これ形も随分違うんですよね。そう、純正とねだいぶ違う。純正だとボディが少し出てからそこからフェンダーが始まるんですけど、ね、こうピタッてつくんで、うん、まあ、この辺も非常にスタイリッシュ。そしてこれモールも、うん、はい、ラッピングしてます。本来シルバーですもんね。シルバーということでこの辺も黒くしっかりなってる。はい、この辺細かいところの積み重ねでも随分イメージ違う。そう、違う。そしてフェンダーの後ろのここのダクトもいろいろやりようありますけれども、はい、黒一択で、まあ、今回シンプル仕上げということで、はい、黒一択で、はい、全部この網も全部塗ってるんです。網も塗ってます。でボネットの、あの網も塗ってます。あ、なるほど、はい、その辺なんかもちゃんと。じゃあザラザラのパーツって今回ほぼないかな。そう、あ、ルーフのモールだけ、モールぐらいですね、うん、ここはまあ塗れないんですもんね。そう、ちょっと難しいということで、ね、ゴムパーツと一体になってるんですもんね。そしてそのモールが全部塗ってあって、これドアハンドルとかは塗ってあります。あ、これもやっぱり塗ってあるんですね。はい、ドアミラーも塗ってあります。ドアミラーも塗ってんすか。はい、じゃあ本当に白黒。そう、もう本当に白黒まとめてるということで、屋根も塗ってあります。あ、屋根も塗ってんすか。はい、これめっちゃいいじゃないですか。じゃあ結構なんとノーマルからドーンってガラッと変わってるから。確かに一色のこう車ゲレンデってあるじゃないですか。でもツートンとやっぱり雰囲気違いますよ。違う、やっぱり、ね、それが割とこう簡単にではないですけど、うん、屋根とこう一周やればツートンになっちゃうということで、この辺かなりいいんじゃないかと。それでサイドステップなんかも、はい、これラッピングですよね。ラッピングです、まあ、この辺耐久性なんかも兼ねてラッピングをしたと。で発見しました。はい、電動サイドも発見されちゃいました。しっかりついてると。はい、ついてます。あ、いい感じですね。はいはい、あれ、これもともと黒でしたっけ。あ、黒黒。あ、脇だけラッピングしてます。あ、なるほど、うん、ここもラッピングしてしまってると、はい、だこれも評判いいですよね。そうね、電動ステップね、めちゃくちゃ売れてるよね。結構女性の方乗せたりだとか、お子さんいる方なんかだとマストかな、うん、あといいと思ったのは400なんで、もうロングのタイプの電動サイドなんですよ。はい、そうです。だ後ろの使い勝手が犠牲になってないってことで、63だとこれマフラーがある関係でこの辺までなんちゃうんですよね。そうね、もう極端な話この辺までじゃない。そうですよね、うん、ということで電動サイドもしっかりついてる。はい、そして後ろも、はい、問題の後ろがやってまいりました。はい、やってまいりました。はい、こんな深いの入るんですか。入っちゃうんですね。え、リアがこれ 3.5 インチですか。リア 3.5 インチです。もうなどのくらいでいいんですか。10センチぐらいの。そう、 12J なんで、はい、リアがで335-30組んでるんで、まあ、アウターリップ最大で取って3.5インチ、まあ、もうちょっといけかなって個人的には思ったんですが、まあ、ちょっとラインナップ上ね、アウターリムとインナーリム の組み合わせって限られちゃうんで、今回はリア 3.5 で限界という形です。でも僕の好み的にはこのくらいの感じが一番いいんじゃないかな。まあ、そうだね、あんまりねこうドーンってなりすぎちゃうのもね、なんかどやっていう改造車感が出すぎちゃうじゃないですか。うんうんうん、で今回このディスクも少し出てる感じなんで、はいはい、本当に真っ平らなところだともっとリップが深く見えたりするので、ね、まあ、今回この 3.5 インチでよく見るとめちゃくちゃリップがついてる、はい、めちゃめちゃリムがついてる。こちらでタイヤの方は335-30-24ということで、はい、でこれサイズアップしてるんで
めっちゃリアしっかりしてるように見えるリア太いよねもうアベンダドールかっていうぐらいのこのリアから見た時の見た目、はい、だから24インチなんて全然貧弱な感じないんですよねそう力強い感じだこの辺がだからワイドスターのそのオーバーフェンダーとこのタイヤサイズで演出されてるのかな、うんうん、はい、はい、こんな感じでリアもうっすらコンケーブしてますねそうだねセンターディスクは少しこう反ってる感じでこれもうなんかめちゃくちゃ上級者な感じがこれむちゃくちゃかっこいいねかっこいいですね、うん、そして後ろも全部黒でまとめてはい、はい、当然ナイトパッケージですからテールランプもですよね、はい、あここも塗ってますあここもなんすねはい、やっぱりこう全部つながりがあるんで、うん、まあ、1箇所だけというよりかは全部まとめ てもうやるならって徹底的にボネットのダクト塗るんだったらもうここも塗っていただいた方がまとまりがあるで、はい、全部後ろもこの辺もっすよねそうですでここは黒じゃないですよねそこはラッピングしましたあここはラッピングなんですね、はい、まあ、要は取り外すときにこうそうちょっと触んだりもするので、うん、まあ、この辺はラッピングで、はい、でここってもともとですかそれはもともとなるほどだからもう本当にこのカバー自体は何も触ってなくてエンブレムも変えてないんでもう枠だけそしてリアバンパーのこの網なんかも、はい、全部黒に塗ってある、はい、でリフレクターをテールレンズと同じスモークにしてありますあそうなんですよね、はい、ナイトパッケージ入れてもここって変わらないんですよね、うんうん、だ割とここが浮いちゃうんで、まあ、しっかり色を合わせてこの辺も塗ってあると、はい、こんな感じの XR になっております、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、あの今回ワイドスターのなんかこう柔軟性の高さというかそう応用の効き具合はすごいびっくりしました、はいまあ、やっぱり途中でも話しましたけど、うん、アドベンチャーでもあの同じキットを使ってるっていうのは、うんうん、およそ、うんうん、同じキットを使ってるっていうのは結構でかいのかなと、うんうん、どうしても今までってワイドスターワイドボディってなんかエアロパーツでもガシンって感じだったじゃないですか確かにだからなんか下げなきゃいけないみたいなねこうなんか低い方に持ってかなきゃいけないみたいな部分もあったそうじゃないんだよっていうのが今回そしてあのこのワイドスターブラバスのこの幅の広さ、はい、もう飯村さんはもう最大限それを使ってるなっていうのを今回本当に改めて思いましただからワイドスターにしなくても800のを作ってたりとか、はい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 、もう究極のシャドウ の、はい、オマージュの車を作ってたりと か、 、はい、だからここの振れ幅、うん、本当に終わらないコンテンツG のワイドスター、はい、ゲレンデのカスタム紹介というふうに今回思いました、はい、というわけでまだまだこれじゃありそうっすねまだまだいけんじゃないかなと僕は思ってます、はい、というわけでゲレンデもう今まで出尽くしたかなと思ったんですけど、はい、まだまだ出尽くしてないみたいなんで、まあ、ぜひボンド名古屋にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございました。